アスリートのトラウトチューン。ああ。アスリートって確か、あれでしょ。アスリートってジャーキングで使えるんすか？アスリートはやっぱ、ヒラメ釣っとるイメージがあるから、ただ巻きで使っとる、ストップ&ゴーで使うようなイメージしかないな。ジャークの後止めてると目悪くってくる。ああ。まあでもそもそもジャーク自体が釣れるからな。そもそもジャーキングっていう、アクションが釣れるから。そうか。ある程度そのバランスが整っとるミノーだったら、そうか。ジャーキングしたら釣れるんだ。うん。せやせや。それこそブロービンの、ブルーブルーのブロービンとかもジャーキングで釣れるし、それこそアスリートも釣れるんでしょ？うん。だからバランスがちゃんと整っとるやつをジャーキングしたら釣れるってことか。ジグヘッドをジャーク用使ってる。へえ。ブローイン80もカシマより結構反応良かった。へえ。ブローイン80か。せや、出とったな。ブローインか。ほんと今、転売ヤーの餌食になっとるからな。うん、転売ヤーの餌食になっとるからな。全部在庫なし。80はね、並ばんのよ。80は店頭に並ばんのよ。うん。だいいルアーは、だジャーキングで釣れるルアー。うん。ジャーキングで釣れるルアーってのは、いい、ミノーか。ジャーキングで釣れるミノーっていうのは、いいミノーっていう証でしょうね。きっと。そもそもほら、釣りやっとる段階でさ、食わせの間ってすごい大事やってのはさ、もう今更な感じやけど、あるじゃないですか。新潟80クソほど並んでます。マジか。新潟行こうかな。え、マジか。新潟行こうかな。せ やな。だって、ジャーキングって結局のとこ、竿を振ったら戻すっていう物理的な時間があるじゃないですか。それが、食わせの間になっとるから、勝手に。竿を寄せて、竿を振って戻すっていう、その戻す瞬間に、ルアーが止まるから、それが食わせの間になって、ジャーキングってそもそも釣れるから。そうか、新潟行きてえな。だからね、そんな感じなんだろうな。いいな、ジャーキングで釣れるミノーが本物っていうことか。いいことやね。だからブルーブルーのブローウィンとか、まあアスリートもそうだし、まあ、ジャークソニックなんかは言わずもがなだよな。エリアトラウトで使うんだったら何の色がいいだろう。ブルーブルーは多分釣れるな。ブルーブルーとタイニーベイとか。こいつがイワナ系に効くやろ？ニジマス系だったらどれだ？ニジマス系だったらシースルーブラックとエクストリームキャロットか。いやでもシルバーがちょっと邪魔だな。それこそレッドビアーか。レッドビアーとシースルーブラックと、あとフルクリアだな。パニッシュか。ヒメマスカラーとかって意外と釣れないんだよ。ニジマスカラーいいな。あ、パニッシュ SP のニジマスカラーええやん。良さそうよ。お、全然これええやん。へえ、シングルフックにチューンしたらいけそう。けど、サスペンドやろ？サスペンドだから、トリプルフックでサスペンドだったら、シングルフックチューンにしてしまったら、ややフローティングか。スローフローティングか。まさにスローフローティングか。いいな。パニッシュ SP。ちょっと探してみよう。